子どもがゲームばっかりやって全然宿題しないどうしたらいいんでしょうかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスター岡チです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは「誰もが共感子育てのよくある悩み18選」ですということでね まあ、あのー、本当に子育てのよくあるご相談であったり、質問であったり、悩み事に対して、今日はね、おかっちが、あのー、お答えしていきたいと思います。まあ、18個でちょっといつもよりは少ないんですけども、まあ、一つ一つが結構重いテーマなので、勉強しないとか、ゲームとの付き合い方が分かんないとか、えー、子供の成長が気になるとか、夫婦で子育ての考えが違うとかね、すごく重いテーマなので、一つあたり5分で話したとしても、18×5 は、 90分10時間半ですよね1分やったら1 8かける1 0 1 8 0 3時間じゃないですかはいえ早速始めていきたいと思いますえこの番組では親も子も楽になる「緩める子育て」をテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子どもを自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねあとね概要欄にはおかっちの著書である「やり抜く子の育て方」 あ正確に言えば、やり抜くことを投げ出すこの習慣と、えー、緩める子育ての,、えーとね、あの詳細が記載されておりますので、概要欄からチェックしてね。あと、公式 LINE の案内もあるからね。はい、ということで、早速始めていきましょう。子育てのよくある悩み、18分の1、勉強しない、宿題しない。いきなり来ましたね。難問ですね。あのー、子供がゲームばっかりやって宿題しないとか。 えだろう、習い事は行くんだけど、習い事の課題を全然やらないんですとか、ね、受験生なのに全然勉強しようとしないとか、あるわけでしょあるわけでしょでその時に親としてどう関わったらいいのかということでね、まあ、よく聞かれますと。学習面であったり、教育面であったり、勉強面のご相談ですね。で、この時にお答えしていることっていうのは、もちろんその時その時に応じて、まあ、その方に応じてね、違うメッセージを発してるんですけども、まあ、根本的な僕の考えとしてあるのは、 ねえー、勉強が嫌いになったつまり勉強がしなくなったのはいつなのかってことですよはいそれはいつなのかってあの事件があったからっていうのはないと思うんですねでもそうどういう関わりをしたらそういうふうになっていったのかっていうことをまず分析するということですねでね生まれてきた子供はやっぱ最初はね新しいことを知るの好きなんですよ 興味を持ってやってみたいって言って触ってみたり、お口に入れてみたりね、匂ってみたりするわけじゃないですか。うん、あの興味、興味とか好奇心はあるんですね、新しい世界に対して。でも、何らかの関わりによって、それがなくなっていった。興味がなくなって、好奇心がなくなって、めんどくさいとか、勉強嫌いっていうふうになっていったってことですね。なので、どういう関わりによって、そういうことをな、勉強が嫌いになったのか、勉強をしなくなったのかっていうことを書き出してください。あ紙にね。 例えば僕が勉強が嫌いになったのは、えー、受験に合格するために勉強があるっていう風なことを教えられていたので、えー、受験に合格したらもう勉強はしなくなったって感じですねだから勉強っていうのはやりたいことをやるためにしなければいけないこと、うん、中学受験を合格したらね自分が好きなバスケットボールができるからその大好きなバスケットボールをするために、えー、しなければいけないことっていう位置づけだったんですよ だから、中学受験に合格したらもう勉強をやめました。もう一切、いや本当に。まあ中間期末の時はやりましたけど、一週間前とかね、10日前とかにもやりましたけど、もうそれ以外はもうほとんど勉強してない。うん、自慢じゃないけど。だって中高台でエスカレーターで行けちゃうから、行けちゃうからね、勉強しなくてもよかったんですよ。 まあよくないよ,よ。よくあったと思ってたんですよ、僕はね。で、ね、あったりね、まあ、よくある例で言ったら、勉強しなさいって言ってしまう。ね、そもそも勉強しなさいって言われて、なんかやる気出てきたって、そんな子0人ですよ。そんな子見たことない。 な見たことないんで、えー、そもそも自分のペースで自分がやりたいことをやったら興味があるはずなんですよ。自分が好きなことを知るとかやったら面白いわけじゃないですか。子供たちゲーム実況を見てるでしょ自分が好きなゲームで自分がやるわけでもないゲーム実況を見てるわけじゃないですか、まあ。いろんな楽しみ方があって、一つはね、攻略の方法を見たいとか、自分がゲームをやってるっていう感じになるとかね、まあ、いろんな感じがあるわけでしょうん。っていうふうに自分が好きなことなら親に言われなくても学ぶんですよ。学ぶんですよ。なので、 勉強とは何かっていう位置づけもないですね。勉強とは学校から与えられるもの、いわゆる机の前でやることだけが勉強というふうに位置づけてしまうと、やっぱり子供は勉強嫌いになっちゃいますよ。まあ、それが、ね、好きな子だったらいいんですよ。それが好きな子だったら好きなことをやるんだからいいんだけど、それが合わない子とか、それに興味を持てない子だったら、勉強っていうのはもう楽しくないものになっちゃいますねで。勉強嫌いになってしまうことほど不幸なことはないと。 親としてやってはいけないことはないって僕は思うんですよまあもちろん他にもあるよ他にもあるけど勉強嫌いにさせないってことは学習面において一番大きな目標なんじゃないかなって思っていてってことを考えたときに 勉強っていうのはもっともっとこう広く考える。うん、机の前に座ってやることじゃなくて、子供が自分で選んで行動していることはもう全部勉強だと。まあ、それがね、例えば石ころをひっくり返して、あこんなとこにアリさんいるとかね、えー、誰かの影を踏んで、なんか影,を踏ん影だけで家に帰るとかなんか分かんないでしょそんなや,やったでしょ影踏みね。まあ、そういうふうな,、まあ、な将来ね、役に立つか分からへんと思うことでも、それで仕事になるとか分からんことでも、子供が自,自発的に動いて自分で選んで 自分で決めたことをやっている時はそれはもう勉強なんだと捉えるのはどうでしょうって僕はお話してます、はい、であったり先ほどお伝えした通り勉強嫌いになったそのような関わり方を一つ一つやめていくってこと何か新しいことをやるというよりも今すでにやっていることその関わりによって勉強が嫌いになった可能性もあるわけじゃないですかだから何をやめるのかってことを決めて、えー、やめていくことも大事なんじゃないかなと思いますはい、えー、子育てのよくある悩み18分の2 片付けしないああ、これねおもちゃを出しっぱなしにしたいとかね、えー、なんだろうな、うん、あと、なんかあるほか、服、服、服やな、服、服を脱ぎ散らかしてその場に、えー、置きっぱなしにするとか、ねまあ、そういうことかな、おもちゃとか服とか、えー、本とか、まあ、ゲームとか、いろいろとありますよね。まあ、とにかく片付けしない、元の位置に戻さないってことですね。まあ、特にリビングだったら、みんながくつろぐスペースなんで、そこでぐちゃぐちゃってしてたら、それだけでストレスですね。 イライラしますよね。自分自身がくつろげないんで、片付けしてほしいという,うないうふうに思う気持ちも分かります、はいで。この時にどう関わったらいいのかというと、まずなぜ片付けができないのかということを読み解いていくということですね、まあいろんなか。いろんな原因があると思うんですけど、一つは、えー、片付けの方法が分からない。つまり、どこに何を直したらいいかが分からないということですね。分かっていたとしてもそれが複雑であるということ、ねえー。これが2つ目ですね。 どこに何を直したらいいかが分からないが一つ目。二つ目は複雑であって片付けすることができない。能力的な問題ですね。で、三つ目が、えー、めんどくさい。うん。分かっているんだけどめんどくさい。どこに何を直すのか分かってるし、やり方も分かってるんだけどめんどくさい。っていうこと。まあ、その、それが大きくあるんじゃないかなと思います。大きくね。 まあ、ゃあ細かい理由は他にもあるけど。で、それを一つ一つ潰していくのがいいんじゃないかなと。つまり、まず一つ目。えー、どこに直すの、何を直すのかがわからないってことであれば、それをシンプルにする。ね。おもちゃ。もういろんなおもちゃがあるよ。細かいおもちゃであったり、人形みたいなちょっと大きいおもちゃがあるけれども、もうそれを一つのおもちゃボックスって形でね。もうここのおもちゃボックスに全部ガチャって入れちゃいっていうふうにすると、一つシンプルですね。で、リビングの時もね、あのリビングで遊ぶ時も、そのおもちゃボックスを持ってって、えー、終わって、終わったらそのおもちゃボックスに全部入れる。 っていう風にしておけばもうどこに何を直すじゃなくておもちゃ全部ここに入れたらええんやってなったら簡単じゃないですか。 簡単でしょこれで二つ目の、えー、原因も解決ですね。複雑であるということもね。そう。とにかくシンプルで簡単にすることが大事ですね。まずはね。うん。で、その上で、えー、めんどくさいっていうこともあるわけじゃないですか。これめんどくさいね。めんどくさいがめ難しいよな。めんどくさい。やり方分かってて簡単でも片付けるのめんどくさい。ってなった時に、じゃあもう片付けしなくてもいいっていうのも一つのアイデアなんですよ。 はい、つまり、えー、おもちゃ、おもちゃ、リビングの中でね、おもちゃスペースっていうのを作っておいて、まあ、そこではねもう、もう片付けせんでもえッ、ー、OK ってしておく。そこは子どものスペースだから。でただ、リビングの他のスペースでおもちゃを出したら、それはあの片付けしなさいよってする、うん。っていうふうに、ちゃんとこの遊ぶ場所とくつろぐ場所っていうのをリビングの中で分けるっていうのも、一つのアイデアですよね。うん まあそんな感じで、えー、とにかく片付けをシンプルにするシンプルにするということとあとはその遊,んで遊ぶ場所と、えー、くつろぐ場所を分けるということ。うん がまずあのパッとと考えられることねもう一つは片付けした状態すっきりした状態を体験するっていうのもいいですねあ片付けやって物どこに何があるのかがシンプルに分かっていると遊ぶ時も楽やし探し物しなくてもいいしなんかおもちゃの,あのなんか武器の,あの剣のとこだけなくなったとかそんなことなくなるしなんかこっちの方がいいよねっていうことを体験するとすごくあのあこの状態を保とうっていうことにもなるよね なので、一度子供と一緒にね、綺麗に片付けて、で、その時にもシンプルにね、人形はここ、本はここって、こう、いっぱい分類するスペースがあれば、あの分けてしまえば、直すとき大変じゃないですか、これどこだっけって分かんなくなるよね。できるだけ収納しやすくするような片付け方法をやって、それを写真で撮る。写真で撮って、その写真を、まあ、ベッドかなんか分かんないけど、あの、机でもいいや、貼っとくんですよ。 でこれがこういう状態にしとくんだよって分かってたらそのゴールをイメージできてるからちょっと散らかっててもあこれはここだなって分かるわけでしょうんそれも一つやられてるご家庭もありましたはい子育てのよくある悩み18分の3学校に行かないあいきなりいきなりちょっと <laughs> あのー、深い話になりそうですねまあここ難しいんですよいわゆる不登校ってことです子供が学校に行きたがらない朝朝ね起きてねもう学校行かへんって言って どっか痛いのって言ったら痛くないけどいかへんってなんで行きたくないのって言ったら、うん、別になんか嫌やって言うしか言わないみたいな理由を聞いても分かんないし熱もない,熱もないし、えー、親としてどうしたらいいか分からない、まあ、一時的に休ませたとしてもこの先、えー、2年生になっても3年生になっても6年生になってもそして中学校に入ってもずっと学校に行かないって ななるんじゃないかとで学校に行かなかったら勉強どうなるんだろう、えー、人との付き合い方コミュニケーション能力もつかないし集団生活の中で、えー、協調性も身につかないしね社会でやっていけるのかなっていろんな不安なこともあると思いますはいじゃあそういうふうに学校に行かないって言った子どもに対してどう関わったらいいのかということですよねはいちょっとほうじ茶飲みますねはい これにに関しては、ね、本当まず僕ならどうするかというともう理由も聞かずに初日は休ませる。これはもう第一選択ですね。初日は休ませる。初日は休ませる。もう理由を聞かずにね。まあ、ちょっと熱があるのかなって一言二言言うけどどうしたのとは言うけど。 の別にって、理由が分かんない状態で、えー、今までそういうことを言,言わない子供がね、そういう風に学校に行きたくないって言ったときは、特に理由を聞かずに、もう初日は休ませるってことをします。で、その後でですね、2日目、2日目、2日目はどうするって聞きますね、まず1回目。で、そこでも行きたくないって言ったら、ねえー、その時に、まあいろ、これも正解はないんですけど、僕なら1週間、その,その時の1週間を休ませます。 というのも、その次の日も学校どうするその次の日も学校どうするって、それ自身が子どものプレッシャーになるわけじゃないですか。ママは学校に行かせようとしてるのかなと、ねえー、行かないとダメなんかなって、そういうことを考えることすらストレスになってしまうので、もう2日目に聞いてもう行きたくないっていうんだったら、その1週間は休むってなるとその1、その次の日は聞かなくて済むわけじゃないですか。 といううす、ね、ととといこでねのも、やっぱりね、その学校に行きたくないっていうのは、えー、何らかのサインなんですね。子供が追い詰められているサインであったり、ストレスが溜まっているサインであったり、もういっぱいいっぱいのサインのケースもあるんですよ。それが何か分からないです。もしかしたらずる休みかも分からへん。分からへんけどそれは、それを、ねえー、判明すること、判別することっていうのは難しいじゃないですか。 難しいですよ。それが判別できるんやったらいいけど無理なんですよ。子ども自身も理由がわからないことが多いんですね。なんで行きたくないのかって。もうあの不登校の子どに聞いたあの調査ではね、6割ぐらいが、あのー、理由がわからない。なんとなくなんですよ。 いろんんななことが重なってるんですねそれは先生に怒られたっていうことかもしれんし友達と喧嘩したっていうことかもしれんしもう学校の授業がおもんないってことかもしれんしいじめられてるってことかもしれんし何らかのいろんなことが重なっていきたくないにつながってる、ね、でそれは命に関わることなんですねやっぱり不登校になってそれでも自分に逃げ場がなくなって学校に行かないといけないそうなるとねやっぱ追い詰められてしまって逃げる場所がなくなって最悪のケース命を絶ってしまうという、ね、判断をしてしまう子もいるということなので命 を守るるためにも1週間休ませるのはどうってことですそれが判別できなかったとしてもねできなかったとしてもですはいでそれを無理やり行かせてしまってそういうふうになってしまったら怖いじゃないですか怖いでしょそれは絶対塞がないといけないことだと思うのでそういう意味でも理由を聞かずに1週間休ませるという選択を取りますでその後どうしていくのかってことですねでこれは本当に難しいいろんなステップがあるんだけどまずは心と体を休ませるこれがステップ1ね うん、ステップ1ね、えー。ステップ1。で、ステップ2は、えー、ちょっと心とかが回復したときに、えー、なんだろうな、少しずつこう自信を持たせる関わりをする。自信を持たせるね。自信を持たせるっていうのは、家の中で何らかの役割を持たせるであったり、子供ができることね。で、えー、なんか役に立ったっていうね、なんか貢献してるって感じを味わえるようなね、役割ですよ、ね。お皿洗いでもいいし、なんか料理作ってでもいいし、一緒に作ろっかでもいいじゃないですか。なんかそういう役割を持たして、とにかく自信を回復させる。 で心と体と自信が回復してきたら、じゃあな、これから勉強どうするって言って。うん、まあ、勉強どうするっていうのはもう少し早い段階でもいいかもしれんけど、えー、学習どうする勉強どうするとかいうところをね、一緒に計画を立てていくってことですね。計画を立てて、どうかなっていうことを定期的に皆をあの振り返るってことですね、えー子供と。子供と一緒に計画を立てて、それがどうだったかどうかを、まあ、毎日とりあえず確認しつつね、えー、子供に合った学習計画を立てて、立ててそれを応援していく、支援していくってことが、 大事ななのかなとで、それを経て、自信も回復してきたら、ねえー、じゃあ学校、学校どうしようかなっていう相談をしていく。で、学校っていうだけに縛られずにね、フリースクールであったり、他のね、えー、オルタナティブスクールであったり、なんか e ラーニングで学べるとことがあるわけじゃないですか。そういうことを含めて、学校という選択肢、以外の選択肢も提示した上でね、どうするっていうことを考えていくっていうフェーズに。 いいいいいったらいいんじゃないかなかとううふうに思います僕の流れですよ。あくまでも個別に性によってね、人によって関わり方は違うけど、まずステップ1は心と体を休ませる。で、ステップ2は自信を取り戻す。 で、ステップ3は、学習計画を立てた上で、えー、勉強面をどうするかということを一緒に、えー、相談しながら進めていく。で、その次に、えー、フリースクールであったり、学校をどうするっていうところを相談していくという流れでいいんじゃないかなと思います。ただね、これがどれぐらいの期間なのかっていうのは、もう人それぞれ違います。ステップ1、心と体が変えのように3ヶ月かかる人もいるかもしれんし、1年かかる人もいるかもしれん。そうなんですよ。なので、そこに関しては、 あの子供に合わせて、えー、対応していくのがいいんじゃないかなって、もそれしかないかなと思います。で、無理にそステップ1を飛ばしてね、心と体が回復してない状態で、勉強どうするみたいな形でね、ゲームを取り上げてしまったりとかね、すると、本当に子供は逃げ場所がなくなってしまうので、家にいてても休まらないってことになってしまい、結局、長引くことになると思いますので、そういう意味でもやっぱりステップ1、心と体を休ませるってことは大事なんじゃないかなと思います。はい えー、18分の4子供の言葉遣いが汚い。ねえ最近のテレビとかアニメとかねめ,めっちゃ汚いわなあのー、なんだろう「えー、鬼滅の刃」とかあんま分からへんけど <laughs> すいませんあんま知らないですよわか,かんないけどそのアニメのねキャラクターの言葉を使うとか。 友達同士使ってる言葉を使うとか、どこで覚えたんその言葉みたいなことを話すわけじゃないですか、僕もね。あの毎日授業やってるんで分かるんですけど、子供向けのね。僕自身が見てないからその、その言ってることがどこのセリフっていうのはあんま分かんないんですけど、とにかくまあ言葉遣いが汚い子もいるわけでしょ。で、その時に親としては気になるわけでしょ。このまま社会に出たらどうなるのかなとか、友達と喧嘩せえへんかなとか、対立しちゃうんじゃな,かないかなとか、いざ,かぞいざこぞ起こし、起こして、してえー、なんだろう、もう学校にはきたくないってなってしまった。 どうしようとかね、いろんな不安なことがあると思うんです。で、これに対してどう関わったらいいのかということですよね。はい。で、この時に、えー、僕がお勧すすめしているのは、まあ、自分自身が子供に使ってほしい言葉を使うということ。まずこれは大前提ですよね。親の言葉で、親の言葉であったり、親と、つまり父と母がどのような言葉で会話をしているのか、その言葉を見てるんですよ、言葉遣いをね。 言葉遣いを見ているので、その子供に使って欲しい言葉を使っていくっていうことは、まず、えー、一つ目として、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。で、子供がね、汚い言葉を使った時にどう対応するのか、どう反応するのかってことで言えば、あの、わからなかったらわからないっていうふうに言ったらいいと思うんですねで。で、この言葉遣いが汚いってことは、言葉遣いが、えー、荒いっていうことも含めてね、ここで話してるんですけど、例えば、水っていうわけでしょ水っていうのは、 えお母さん水じゃないよとかねもうこれ言ったそんなこと言ってないわとかねなんか余計なんかは見解なのか分からへんけどうんあのー、水っていうのは何なのか分かんないじゃないですか水が欲しいのか水を飲みたいのかも、まあ、同じやけど水がそこにあるのか何か分かんないじゃないですかなのでね主語と実語を明らかにした言葉を使わせるっていうことが ねあのー、これは人とコミュニケーションする上ですごく大事だと思うんですね。逆に水って言うて水を持っていったら手話と術後が含まれたコミュニケーションしなくなるんですね。で言ったら言葉を使わなくても顔色で、ね、夜食を作ってあげてあお腹空いてるかなって子どもの表情を見て夜食を作ってあげるとかそういうことをしていくと言葉を発さなくなる。 うん、発散なくなると自分が,の自分がなんか欲しいなと思った時嫌やなと思った時にそれを言葉で伝えられなくなるんですねえ顔色を見て察しろよっていうスタンスで人と関わってしまうんですねこの察しろよっていう文化が僕は日本のあしき,悪しき伝統というか悪しき文化だと思っていてあの察しろよじゃなくてちゃんと自分の思いを言葉にして伝えようねってことだと思うんですよでこれからの時代といってはいろんな価値観を持っていろんな文化背景を持った人たちとね生きていく えー、一緒に仕事をしていくってことじゃないですか。なので、自分の価値観とは違う人に、自分の思いを伝えていかないといけないよね。そうなったときに、みんなに伝わるような言葉を使っていくことが大事。っていうことを考えたら、主語と実語をしっかりと含んだ言葉を使うというのは、まずは大前提ですね。だから、水って言ったら、えー水だ、水って言われたら無視する。だけど、お母さん、水を取ってって言ったら、水を取ってあげるとか。そういうことですよ。そういうことですよ。 なので、こういう主語と述語を含んだ会話を普段からしていく。えー、お家の人がそういう言葉を使っていくってことがまずすごく大事ね。で言葉遣いに汚いってことに関してうん、僕はね、そこまで気にならない主語。気にならないけど、主語と述語を入れるってことはすごく大事にするんだけど、ね、汚い言葉を使った時に、それに対して、まあ、自分が嫌な気持ちになるんだったら、 似合いな気持ちでその言葉遣いされると私は〇〇な気持ちになるよってそのアイメッセージね伝えてあげるのもいいけどそこまで敏感になる必要はないんじゃないかなって気もしますそれもね一つの子供同士子供たち同士のねコミュニケーションじゃないですか ね、共通言語を使っていくってことでね、えー、コミュニケーションの一つなので、それに対して親の価値観でそれがいい悪いって判断するっていうのはどうかなっていう気もしますし、言葉っていうのは時代,時代時代でね、新しい言葉がどんどん生まれてきます。生まれてくる、それが言葉っていうものなんですね。 もうちょべり場とかね、昔は行ったじゃないですか。今誰も言ってないけど。なので <laughs>、言葉を生まれていくので、その新しい言葉をクリエイトするっていうのも、これは一つ、あのー、コミュニケーションを楽しむ一つの醍醐味なので、そこを奪ってあげるっていうのも悲しいことかなって気がするので、僕はそこまで敏感には反応しないっていうのがあります。で、それで言葉遣いが汚いことで喧嘩になるんやったら、その時に学べばいいんじゃないかっていうのが基本的なスタンスです。はい、えー、これ4つ目ですね。 4つ目で21分ってことは1つあたり5分やなこのペースでやると1時間半ぐらいかかるねやっていきましょうか子育てのよくあこれもよくあるよね うーんどこまで叱ったらいいのか。まあ境界線の問題もあるよね。ここは見守ったらいいのか。ここはきつく、厳しく言った方がいいのかっていう、そのね、このライン的なところもあるだろうし、あ、これ境界線飛び越えてるなって、叱らなあかんなと思ってても、どのように声をかけて叱ったらいいのかがわからない。とはいえ、このままほったらかしにしていると、えー、この子は甘やかされて育ってしまうんじゃないか。 社会で生きていけないんじゃないかとかね、えー、人の迷惑になってしまうんじゃないかということで、えー、叱りたいんだけど叱り方がわからない。そういうこともありますよね。で、これに対してどうしたらいいのかってね、えー、これに対してはね、ま,ああのー、まずは叱り方がわからないっていうその方法だけお伝えすると、共感、指摘、勇気づけ。この3点セットはいかがでしょうかということですね。まずは共感です。 例えば、今子供がね、えー、歌ってはいけない場所で歌っている。うん、どうしようかな。図書館。図書館で、えー、アンパンマンの歌ね。そうだ、恐れないでって歌ってる。歌ってるね。今からね、あの図書室に入ろうとしてるから、静かにしないといけないよね。えー、それでも子供はやめない。やめないときに、まあ、どういうふうに指摘したらいいのかっていうことですよね。でまずは共感、ね。アンパンマン楽しいねって。アンパンマンの歌歌うと気持ちいいねって。で共感するで。共感した上で、 その後にね、歌いたい気持ちはわかるんだけど今からはみんなが本を読んで静かな場所静かに本を読む,読む場所にね、今からみ一緒に行くからね、えー、部屋に入ったら静かにしてもらえると助かるわとでもし歌いたいんだったら、えー、図書室には入れないけどどうするっていうふうに。 確認した上で、ねえー、じゃあ、静かにするって子供が言ったら、あ静かにする、あ約束守ってくれるんだね、ありがとう、みたいな形でね、もう約束というか、約束は今したかという感じやな、えー、どういうふうに勇気づけるかな、あ分かってくれてありがとうかな、分かってくれてありがとう、マ、ま、マ、あ、嬉しいよっていうふうに、こう、感謝の気持ちだったり、勇気づけをしていくってことね、こういうスタイルで叱るのはどうでしょうか、まあ、叱るというか指摘するとか、注意するとか、そういうことですよね。 うん、まずは共感ステップ1共感する受け止めるその上でどうしてほしいのかをしっかりと伝える愛メッセージね自分はこう思っているこう感じているこうしてほしいっていうのを自分を主語にして伝えるそして、えー、3つ目はあなたならできるよっていう気づきをしたり分かってくれてありがとうっていうふうに感謝をするっていう形でね、えー、メッセージを作ってみるのはいかがでしょうかということですはい18分の6兄弟喧嘩にうんざりねえ お兄ちゃんが下の子にちょっかい出す、下の子のおもちゃをね、なんかその、なんだろう、その、首を、人形の首を取って、全然違う、なんかあの、筋肉マンの人形なのに、上の頭の部分だけアンパンマンになってるとかね、それでお兄ちゃん、お兄ちゃんがこんなことしてくるって、もうね、あの言うてくるんですよ、弟がね。ねめんどくさいじゃないですか、僕はそのお兄ちゃんの側だったんですけど、ねいたずら好きのお兄ちゃんだったんですけど。 ね、まあそういう意地悪をしたりちょっかいをかけたり、まああのー、手が出てしまうってこともあると思うんですね、えー、大声を出したりとかねそれに対してもう兄弟喧嘩を見るだけでもイライラするんだともううんざりなんだとそういうことはあると思うんですよでこれに対してどう対応したらいいんですかっていうふうにね、まあ、聞かれることもありますでまずこの時に、あのー、大事なことはこれも境界線で、えー、兄弟が喧嘩したら全部が全部親が介入すべきかどうかっていうのは僕は否だと思うんですよ い,いなっていうのはしなくていいと思うんで、すねなのでどこからどこまで介入して、どこからどこまで介入しないって、LINE を決める、境界線を引くってことですね。例えば、えー、手が出たら、えー、手あの介入するとかね、えーえー、と例えば、公共の場所で声が大きくなったら介入するとか、えー、どういう場面になったら、その兄弟喧嘩に、えー、介入するのかを決めておく。でそうじゃないケースは、放っておくっていうのはどうでしょうか。はい、放っておくってことです。 まあ喧嘩そのものが一つのコミュニケーションにもなってるだろうしそれで弟がね助けを求めてきたら介入するっていうのも一つかもしれないねうん。で今助けを求めてない状態でただ単に喧嘩をしている状態手が出ていないし公共の場でもないからそれだったらじゃあもう放っておく。 どこからどこまで、えー、介入して、どこからどこまでは介入しないということを言語化してください。まずそこかなと思います。全部が全部親が解決しなくてええんですよ。そうやって対立して、喧嘩して、その中でね、コミュニケーション方法であったり、えー、自分がや,やりたいことをどうやって相手に伝えるのかってね、そのコミュニケーションを学んでるんですよ。学んでる最中なので、もう放っておいてください。基本的にはね。喧嘩そのものは悪いことではありません。 ただ、そこでね、手が出てしまったり、怪我をしてしまったり、えー、大声を出してはいけない場所で大声を出すとか、そういう場合にあれば介入するという感じですね。はい、その境界線を決めるということがまず大事なんじゃないかなと思います。でじゃあ介入するとなった時に、どう介入するのかですね。これに関しては、親も子も楽になる緩める子育てにがっつり紹介しているので、そちらを読んでほしいんです。概要欄にチェックしてください。概要欄にありますよ。でその中の一部を紹介すると、 喧嘩ををすするるののルールー教えるっていうの大事ですね例えば、手を出さないっていうことであったり、えー、自分が言いたいことは言い切るとか、えー、最後まで話を聞くとかね。かそういうふうに、あのー、お互いの言い分は最後まで聞くとね、今のはね。っていうふうな形でね、ルールを、喧嘩をしても OK。ただ、喧嘩をするときのルールは教えておくっていうことが大事ねそれ。喧嘩を最中に言われても、そのパニックになってるから難しいから、あの喧嘩がないときに、 落ち着いてる時に、その喧嘩をしてもいい、言いたいことを言ってもいいけれども、この3つは守ろうね。なぜかというと、高校だからっていうふうにちゃんと理由を説明した上でね、喧嘩をする時のルールっていうのを説明するっていうのは大事なことなんかなと思います。他にも5つぐらい、兄弟喧嘩にどう介入するのかっていうポイントをね、えー、あるんですけども、それはおかっちの本読んで、読んでください。それ解説すると30分かかっちゃうからね。はい。ということで、次行きましょう。子育てのよくある悩み、18分の 7、仕事と育児の両立が不安、ねえ。今現在働いているということですね。パートであったり正社員であったり、まあ、いろんな事情があると思います。その中で、まあ、仕事しながら子育てをするっていうこと、まあ、時間的にも限られているし、体力的な問題もあるし、専業主婦の方と比べて、ちゃんと愛情が注げてないんじゃないかと。 ねえー、ちゃんと今、子供が何かあったときに対応できないんじゃないかっていうふうに、いろいろと心配になること、不安なこともあると思うんですよ。ね子供と遊んであげたいのに、話を聞いてあげたいのに、そんな余裕がないし、そんな時間がない。ねってなったときに自分を責めちゃうんですね。えー、子供、子供をもっと大事にしたいのにできないって、ダメな母親やって。で、責めることはあらへん、あらへんですよ。ねあ、仕事と育児の両立をしても、ちゃんと愛情を受けて育っている子もいるし。 で逆にえ、専業主婦の家庭の中でも愛情不足の方がいます。なので、大事なことは、ね、自分ができることを見つけて、その範囲の中で精一杯関わるということなんじゃないでしょうか。で時間がないのであれば、なぜない,なぜないのかということを子供に分かるように説明するということじゃないでしょうか、ね。あなたが嫌いだから、あなたと遊ぶのがつまらないから、えー絵,本ま、絵本を、ねえー、読めないということじゃないんだよ。 ね、今から実は仕事があったりしてであ次の日何々があるから早く寝ないといけないから、えー、今日は時間が取れないのでもね休みの日今週の日曜日だったらいいよっていうふうにね、えー、時間を見つけて約束をするとそういうことでね全然カバーできますできますので大事なことは、ねえー、自分を責め,る責めたり追い詰めたりすることじゃなくてね もちろんそれが大事じゃないって分かってるよね。うん。もちろん大事なことって、大事なことっていうのはね、あれですよ。あの、限られている時間の中で、あなたがここにいてくれてよかったと。ね。えー、あなたがここにいていること、生きてくれていること、生まれていること、そして、えー、自分のそばにいてくれることを、本当に嬉しく思うよっていうことを伝えるってことなんかなと。言葉でもそうだし、えー、非言語のハグをしたりとかね、スキンシップをしたりとか、実際に、あの、あ一緒に遊んだりしながらね、 そのいう時間の中でね、そういうメッセージを伝えていく、それで僕は十分なんじゃないかなと思います、はいで。子供が退屈したら退屈にした中でね、その中で自分で遊びを考えますし、考えなかったらその子の責任です。 はいその子の責任です。それは親が子供を退屈にさせてはいけないとか楽しませなくてはいけないとかそんなことあらへんですよ退屈だからこそ自発的にねなんか動いて楽しい遊びを作り出そうとかねこんなことしたら面白いんちゃってちょっとこの絵本読んでみようかなってそういう次の行動につながっていくわけなんで退屈にさせてはいけないとかねこの親が子供を楽しませなければいけないとか 子供の要求に全て答えないといけないとか思わなくても大丈夫です。できる限りできる範囲で、えー、空いてる時間の中でね精いっぱい関わればいいんじゃないかなっていうのが、えー、僕の一つの答えです。はい。18 8分の8友達とうまくいってない。ねえ。 えー、いつも遊びに行く時はね楽しそうなんだけど帰ってくる時は泣いて帰ってくるとかね、えー、いつも喧嘩をするとかね、えー、友達の悪口を言うとか、えー、学校でもだろう先生からね○○、えー、〇〇くんはあなたのとこの子供もは○○、まあ、〇〇くんはねなんかこういつも友達にちょっかいをかけて意地悪ばっかりするみたいな話を聞かされるとねあ大丈夫なのかなって集団生活うまくやっていけるんかなって、ね、そういうことを不安になってしまうこともあると思うんです。 でこういう時にに、ね、親として関われることは何かということで、まずはね、子供が困っていないんならそれでいいんじゃないかってことです。一言、一言で言うね。まずそこです。子供が困っていたら、ねえーど、何かできることはないかなって一緒に考えてあげる。そのサポートをしてあげることは大事だけど、子供が困っていないんなら、何も問題ないと思うんですね。うん、で逆に困ってないときにそれは問題だよって言われると、自分はダメなんだっていうふうに自己否定を植え付けてしまうわけでしょ。 うん、困ったんだったら、困った時に自分ごとになるので、自分ごとになった時に一緒に考えようって言った方が響くんですよ。メッセージが響く。自分ごとになってない、自分は問題だと思ってない時に何言っても右から左に抜けていくわけじゃないですか。ね、だからこそ、だからこそ、僕は放っておくってことですね。友達うまくいってないのもそれであの子供自身が困ってないんだったら、放っておいたらいいんじゃないかなと、うん今今の。今の子供が感じている状態をそのままでいいんじゃないかなと。 で先生から言われたからといって、ね、家でも同じように先生と同じことを起こるっていうのは、これは僕は反対ですね、うんあのー。学校でもうまくいかない。そして学校の価値観のまま、家、家がね、学校と同じような価値観だったら、家でも怒られる。つまり子供にとっての逃げ場所がないんですね。 だから学校とは違う価値観で、えー、自分らしくいられる、そういう場所を作ってあげることが大事なんじゃないかなと思います。学校の中ではね、えー、人との競争、人と比べることもあったり、評価されることもあったり、やっぱりそれなりにね、ストレスですよ。6時間目まで座って授業を聞く。自分が受けたくもない授業もね、まあ、受けたい授業もあるかもしれへん。でも自分で選択してないわけでしょ、授業を、ね。何々を学びたいって選択してない、ね。それなのに毎日頑張ってるわけじゃないですか。 頑張ってて、ね、家でも同じように学校と同じようにね、ま、何時までに宿題しなさいとかね、ま、え、る、ー、はどうなってるのみたいなね、そういうふうにできてないとこ指摘されたり、えーなんだろ、落ち着いてくつろげる場所がなかったら苦しいわな。だから子供にとって学校ってのは仕事と同じなんですよ。 なので僕たちもね、仕事から疲れて帰ってきたときに、じゃあ、えー、来月のノルマどう,どうすんのとか、ね、キャンペーンあと1件残ってるって上司言ってたけど、いつやんのみたいなことを <laughs> 言われるとね、しんどいわけじゃないですか。ね、仕事場では仕事をするけど、家ではね、くつろいでいいと思うんですよ。基本的にね。 だから、学校の先生に注意されたからといって、そのまま子供に、そのまま先生にこんなこと言われたけど、どうなのって詰め追い詰めることは、あまり良くないことなのかなって、僕は、僕は避けます。うん。では、でもね、伝えないといけないこともありますので、ありますので、それは伝えるよ。伝えないといけないと思ったことはね、本当に自分もそれは大事だなと思ったことは伝えるけれども、何よりも、えー、そういう子供の問題行動を取るためにもね、問題行動を減らすためにも、親子関係を良くすること。 とプラス子供のストレスを和らげることっていうのがあるからそのストレスを感情的に表現してしまうってことであったり親子関係が悪いから、えー、ストレスがたまり学校で問題を起こしてしまうってこともありますありますのでストレスがたまらないストレスを和らげるような、えー、リラックスできるくつろげる場所を作っていくっていうのが一つ、えー、ご家庭の関わりにおいて大事なことかなと僕は思ってますはい 子育てのよくある悩み18分の9。子供との関わり方がわからないね。まあ、これ難しいよね。子供が。 ななんだろうな子どもがやる気がないとかね、なんだろう勉強しないとか、まあ、これまで話したこともそうだし、そもそもどう褒めたらいいかわからないとか、どういうふうに接したらいいかわからないとかね、自分自身、幼少期に親に愛された記憶がないし、話を聞いてもらった記憶もないし、えー、自分の気持ちをなんだろう受け止めてもらった記憶がないから、どういうふうに愛したらいいかわからない、どういうふうに接したらいいかわからない、どういうふうに子どもの気持ちを、えー、受け止めてあげていいかい,いか,からない、ね、そういう相談もあります。 ね、そうです。僕たち、私たちはね、子育ての勉強をしてない。せずに、ペアレンティングトレーニングとかね、受けてないもん、学校で。そんな授業なかったもん。だからね、わかんないですよ。わかんなくて当然です。わかんなくて当然。でだからこそ、ね、幼少期に自分の親がやってた関わりを知らず知らずの間に自分の子供にやってしまうんですね。やってしまうんですね。まあ、それがいい場合もあれば、悪いこともあるということですよね。じゃあ、子供のとの関わり方がわかんないときどうしたらいいのかっていうことです。これはね、えー、っとね、 まずお価値の方を読んでください。<laughs> はい。緩める子育てと、あの、やり抜くこと投げ出す子の習慣。この2冊を読んでいただいたら、とりあえず子育ての全体像は網羅できるんじゃないかなと思います。つまり、子育てには2種類あるって僕は思ってるんですよ。それが、引き出す子育てと、えー、緩める子育て。もっと言えば、足し算の子育てと、引き算の子育て。ね。1冊目の、やり抜くこと投げ出す子の習慣では、いわゆる引き出す子育て。子供のやる気を引き出したり、子供のね、えー、興味を引き出したり。 ね、自信を高めたり積極的な関わりいわゆる足し算の関わりによって声がけ関わり方、ね、環境づくりによって子供を夢中にさせるそういう関わり方それがあの足し算の子育ていわゆる、えー、引き出す子育てですね。 でもう一方は、今、自分の頭の中にある、こうしなければいけない、完璧にしなければいけないとか、友達をたくさん作らないといけないとか、学校に行かせないといけないとか、ちゃんとさせないといけないとか、人に迷惑をかけてはいけないとか、そういう、こうしなければいけないっていうことを、一つ一つ引き算、やめていくってことです。緩めていくってこうことねこれ、緩めることで、子供に価値観を押し付けることなく、そのままの自然体の子供を尊重できるので、子供の心も安定してくるし、親子関係も良くなるんですね。 はい、でそれがあの親も子も楽になる緩めるめえ子育てでがっつり50個書いてます。 ねえー、やり抜くこと投げ出すこの習慣では、えー、足し算の子育て、ね、引き出す子育ては50個具体的なことを紹介しているし緩める子育てでは引き算の子育て何を緩めるのかどう緩めるのかということを具体的に52個紹介しますこの本を読むだけで102個の子供との関わり方が学べますのでまずその本を読んでいただいて、えー、できるところから実践していただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますでどちらの本を先に買ったらいいのかってよく受けるんですけども、えー、緩める子育てを先に買うことをおすすめ します緩める子育てを買って自分の中にある思い込み見えない鎖を緩め,た緩めて心が楽になってイライラがね、えー、薄まった時にじゃ,、えー、じゃあそのさっきのねやり抜くことを投げ出すこの習慣の2冊目を読んでいくっていうのはいい,い,いんじゃないかなと思います概要欄にありますのでチェックしてみてくださいはい、えー、自分のことを後回し子どものことを最優先 ねえー、お金があってもそれは自分のためではなく子供のために使う時間もお金もエネルギーも、えー、気づいたら、えー、自分のことではなく全部家族のため子供のために使っていて、えー、自分の時間がない自分にはドイツ語を勉強したいとか、ね、テニスをやりたいとかいろいろと趣味もあるしも、ま、ともとランチもしたいんだけど、えー、なんなら旅行とかも行きたいんだけど子供を置いて、ね、家族を置いて自分だけ旅行してはいけないそういう罪悪感を持ってしまうんだとかねそういう話も聞きます。 ね、でそういう時にどうしたらいいのかということなんですけども自分の時間を作ることが子供のため家族のためになるんだということをはっきりと自覚することが僕は大事だと思うんですよ。 はいはっきりと自覚する、ねこれシャンパンタワーの法則ってねよく言われることだと思うんですけどね、松田美弘さんが提唱されている概念です、あのシャンパンのねあのグラスがこうピラミッド状になっていて、そのすべてを満たすためには、えー、一番上から注いでいくことが大事だよねってやつな、うーんあのよく聞くやつです、すべてのやつを満たすには一番一番上からやっていかないといけない、2段目からやってしまうと、1段目のねグラスが満たされないってことですね、そ1番目のグラスっていうのは自分なんですよ。 はい、自,分自分が満たされない状態で他の人から満たしてしまうと自分がずっとずっと満たされないいくら子供が幸せになっても自分の心がなんか空っぽ状態になる、ね、これって苦しいんで 苦しんで、ね、やっぱり自分に余裕がある。自分の機、ね、嫌、えー、を自分で取る。自分のエネルギーを満たしていく。これがやっぱファーストですね。第一です。第一選択ですよね。そうすることで、なんか些細なことで子供と子供といざこざになることもないし、イライラすることもなくなってきます。でイライラするときっていうのは、自分に余裕がないときじゃないですか。本来なら怒らなくてもいいことをガミガミ叱ってしまう。それって、なんか共通点ありません な仕事から帰った時に怒ってしまうとかね、えー、朝バタバタしている時に叱ってしまうとか何らかの共通点があるんですよでその共通点を読み解いていけば自分の余裕がない自分の体調が良くない自分の心が焦っている状態そういう時にイライラしてしまうってこともあると思うんですよ ね、イライラしていたら子供の心も不安定になります。不安定になると、ねえー、自分がやりたいことではなくて、周りが求めていることであったり、お母さんの顔色、お父さんの顔色をうかがって、毎日を生きてしまうということで、ね、自分軸ではなく他人軸が育ち、えー、自立できずに依存してしまうということですよねな。なので、子供を幸せにするためにも、家族を幸せにするためにも、まずはお,お母さん、そしてあなた、ね、お父さんでもいいです。あなたの機嫌、えー、を、 機嫌がいい状態を作ることが大事だと。 機嫌がいい状態を作るためには、自分の時間がないとそれができないということだから何としてでも子供を幸せにしたいんだったら子供を、ね、自立させたいんだったら子供の心を安定、ねいや、子供の心に安心感を育てたいのであれば、ね、自分の時間を作ることこれがめちゃくちゃ大事かなと思いますそれを、ね、自分で語れるようにしてください自分の時間を作ることがどのように子供の幸せ家族の幸せにつながるのかこれを3分間語れるようにしてください でそうすれば自分の時間を作ることに対して罪悪感がなくなっていきます。子育てのよくある悩み18分の11、ワンオペ育児が辛いということで、えー、パートナーが子育てに非協力的もしくは単身赴任とかまあ、仕事が忙しいということで、えー、育児が 育児を私がほととんどしないといけないっていいいけう状態ですよねであれもこれも起きることに対して、まあ、実質的に、まあ、物理的に時間も限られているのでその時間の中で全てこなすことはできないし、まあ、先ほどお伝えしたその自分の時間がないっていうところを含めて、ね、自分の時間を全部捧げたとしても自分の体力を全部注,ぎと注いだとしても、えー、まだまだやるべきことが残ってしまう。 で終わらない子育てと,、えー、と家事に対してもうどうしたらいいかわからないというようなことでね、えー、まあパニックになったりとかもうどうしようって悩まれている方も多いと思いますでこういう時に、ねまあ、どうしたらいいのかというとまず、まあ、やらなければいけないこと,はいけないことはたくさんあると思うんだけどもやらなければいけないことの中に本当にやるべきことと自分でなくてもいいことっていうのをしっかりと切り分ける ね、24時間という時間の中で何に時間を使っているのか、まずそれを書き出してみてください。書き出してみて、あ、これはお自分がやらなあかんな。でもこれは外注したらいいなとか、これは、えー、誰々さんに頼んだらいいなとか、これはむしろもうしなくていいなっていうふうに、何ができて何ができないのか、何をやって何をやらなくていいのかっていう、まあ、一言で言えば、やらないことリストを作りましょうってことです。 で一つ一つ出してみてね、えー、これは本当にやるべきことなのかと、毎日手作りの料理、ね、3食作ること、それは本当にやるべきなのか、えーねえー、どうでしょう、全部手作りじゃなくてもいいんじゃないでしょうかとかね、えー、掃除、毎日やってるけど本当に毎日必要なのか、お風呂掃除、毎日やってるけど本当に必要なのかとかね、そういうことを一つ一つ、えー、見つめ直して点検していく。 で、棚卸しをして、あ、これはいらない、これはいるっていうふうに、えー、分,あの分けていくってことね。分けて、えー、そして自分の中で限られている時間があるわけでしょ。まあ、その自分が自由に使える時間、例えば家事に使える時間が3時間やったら、その3時間しかできないわけで、3時間っていう枠が決められている中で、何をやるかなんですよ。その中で、まずね、あれもこれもやらないといけないじゃなくて、3時間という時間の中で必要なことから選んでくる。重要なことから選んでいくるってことです。 ねえー、家事が3時間、じゃあ子供と遊ぶ時間が1時間だったらその1時間っていう限られている中で何をするのかっていうことを重要なことから選んでいくね。今やらないといけないことから時間を埋めていくんじゃない。そうすると本当に大事なことができないってことになっちゃう。なっちゃうだからまず時間がどれだけあるのか今の状態をすっきりさせてね時間をね、えー、生み出して時間を生み出してやらないことを削った上でね削って、えー、じゃあ今この 時間をどうやって過ごすのかっていうことを重要なことから先に器の中に入れていくってことですね。うん。それが大事ですよね。なんか緊急性のあることを先にやっちゃうんですよ。電話が鳴ったから電話になるとか、でもしくは緊急でも重要じゃないこと、SNS を見てしまってそのまま1時間経ってしまったとか、YouTube、えー、なんか見てたらもうこんな時間みたいな感じで、自分にとって緊急的なことではなく、自分にとって重要なことから自分の時間を ね、埋めていくっていくうことこの考えを持った上で,持った上で今やっていることを一つ一つ点検し重要じゃないことは後回しにしていくで重要なことを先に入れていくで,できないことであったり自分でなくてもいいことは外注する。 うん、お金かかるよ。お金かかる。わかります。お金かかるんだけれども、えー、じゃあ、そのお金をどうやって生み出すのかということは、また考えることが必要かもしれません。それはまた別の項目で話しましょう。別の項目で話すんだけれども、今のこの状態で時間がなくてお金もない状況でどうしたらいいのかって苦しいんだったら、じゃあ、今お金をすぐに生み出すことが難しくても、将来的に、ね、お金を生み出すためにどうしたらいいのかということを作戦をねって考えていくことが必要だよね。ワンオペ状態で、ね、えー えー、子育てもすることが必要家事もやることが必要その中で、えー、月5万円、月10万円稼ぐそのためにどういう働き方があるんだろうということを研究して分析してね自分ができることを、えー、学びそしてそれを作っていくということもゆくゆくは必要だろうけれども大容器だろうけれどもすぐには、ね、お金を生み出すというのはすぐにはできることではないと思うのでまずは今限られている時間の中でね、えー、重要なことから先にその時間を使っていくという考えはどうでしょうかということですね。 はい子育てのよくある悩み18分の12はいイライラが止まらないってことねイライラするんですと子供といるとなんか落ち着かないし、えー、悪いところばっか見つかってしまう見つけてしまってあれはだめこれはダメって本当はそんなにね口うるさく言いたくないのに、ね、ついついガミガミ叱ってしまう頭ごなしにね感情的に怒なってしまうそんな自分が嫌なんだとどうしたらいいですかっていう相談があります。 はい、えー、イラいイらラ、まあ、いわゆるその怒りのコントロールですねアンガーマネジメントっていうところではねもういろんな、えー、技であったり工夫すべきことはいっぱいありますあるんだけれども、まあ、簡単にできることで言えばね小手先の技術としてはイライラしたらその場を離れる。 ね、その場を離れるってことであったり、ねえー、のイライラした時に、えー、紙に書き出す。そのイライラを紙に書き出すであったりね、頭の中で引き算をする。100-6は94、94-6は88みたいな感じで、ねえー、別のことを考えるであったり、ね、ちょっとスキップをしてみるであったりね、<laughs> まあ、いろんな小手先の技はあるんだけども、まあ、根本的に大事なことは、イライラが出てきた時に、えー、イライラが、ね、湧き出てきた時に、えー、自分の中に見えてきたその間違ったルールを見つけることです。 あ、すみません。これ間違ったルールか分かんないね。あの、ルールを見つけるってこと。うん。それが間違ってるか合ってるかっていうのは、まだ分かんないんで、その、イライラした時っていうのは、自分の中にあるルール、ね、こだわり、信念ですね。そのルールと反するような行,行動を子供がした時にイライラするわけじゃないですか。 ね、思い通りにならないとき、言うことを聞かないとき、勉強するべきだと思っているのに勉強していない、片付けするべきだと思っているのに片付けしていない。そうですよね。自分の中にある価値観、こうすべきだ、こ,うこ,うこの道を進んだら子供は幸せになるのにと、そういうような信念ですね。そこの信念とは反対のことを子供がやっている。だからイライラするんですよ。なので、その時に自分はどういう信念を持っているのかということを、えー、知ることが大事なんですね。 そうすることで、あ自分はこういう場面でイライラするのかってことが分かるようになる、分かるだけでもイライラをコントロールできるんですよ。 できるので、えー、イライラしたときに、あ、私は大勢の友達と遊ぶべきって思ってるんだとかね、あ、私は、えー、外遊びするべきだと思ってるんだみたいにね、えー、私は宿題をするべきだと思ってるみたいな、自分の中の価値観に気づくこと、ルールを知ること、それがね、とても大事です。それを知った上でね、そのルールっていうのは、今の子どもの年齢、今の子どもに、えー、それを期待するのは、果たして適切なのかどうかっていう、 外もあの見つめ直すことが大事ね。ちっちゃい子供もに、ねえー、時間通りに宿題を終わらせるってなかなか難しいわけじゃないですか。それを今のこの1年生の子に、ね、求めてしまうことは果たして適切なのか。それを求めすぎるがあまり自信をなくしてしまう。そして勉強嫌いになってしまうんじゃないかと。そういうことも考えた上で、ね、うん考えた上でルールが分かったらそのルールを、えー、点検する、見つめ直すで。これは今の子供には押し付けるべきでないなと思ったらそれを緩めていく。 ね、自分の中で納得してるわけじゃないですか。確かに時間通りに宿題することは大事なんだけども。 それを今の子どもに100%完璧に求めるのはちょっと酷だなというふうに納得したらそれを緩めていく、ねまあ、完璧じゃなくてもちょっと遅刻してもいいから、えー、子どものペースで宿題やればいいよねっていうふうに少しずつルールを緩めていくとイライラすることも少なくなっていくんじゃないでしょうかでこれをどういうふうに緩めるのかっていうのはね、えー、親も子も楽になる緩める子育てにがっつり52個書いてるからぜひ概要欄からチェックしてくださいねはい18分の13 ゲームとの付き合い方、ね、学校休んで家でゲームばっかりやってるとかね夏休みもずっと朝から晩までゲームやとかね。 あのー、そのゲームの内容もなんかこう銃で誰かを撃ったりとかね <laughs> あんまりこうなんか歓迎できるようなゲームではないんですという時にそのゲームとの付き合い方どうしたらいいものかと悩まれることもあります一方的にねこう奪ってしまうのも友達付き合いもあったりとかするのでね、えー、どういうふうにルールを作ってどういうふうに制限するのがいいのかということでね相談を受けることもあるんですけどもこれに関しては本当に答えはないです答えもないので、えー、大事なことは子供も納得できるルールを 作っていくってことです。そういう話し合いの場を作ろうってことですね。はいで、その時にゲームを制限したいのは親側じゃないですか？ じゃあ、制限したいのであれば、具体的に何時間にするとか、えー、どこでゲームをするとか、ゲームの種類はどうするということを自分の中で考えをまとめておく。で、それはなぜゲームは例えば2時間であれば、なぜ2時間なのかということを子供が納得できるように、説明できるように準備をしておく。これが大事ですね。それを踏まえた上でね、えー、子供とゲームとの付き合い方、そのルール作りを話し合いの中で決めていくということです。 で最終決まらないケースもあるわけじゃないですか決まらなかったときどうするのかというとこれは、えー、親が譲れるか譲れないかなんです、ね、譲れるんだったら譲ったらいい妥協したらいいけど譲れない部分なんだったら申し訳ないけれどもこれに関しては私譲れないのということで、まあ、そこの譲れない部分に関してはもうちょっと一方的に決めてもいいんじゃないかなと思いますそれが、えー、親の、あのー、しつけの部分になると思います つまり、しつけっていうのは、どこからどこまでが、何をしつけをしたらいいのかとかよく聞かれるんですけど、まあ、これね、16の項目にもつながるんだけど、これに対しては答えがないです。あの親の生き方です。自分の中でこれは譲れない。これをしたら子供が幸せになって、これをしたら子供が苦しくなると。そういうふうなね、こ,こ,これは譲れて、これは譲れないっていう、そこの部分なんですね、結局。で、じゃあゲームを3時間以上することが譲れるかどうかですよ。 それは自分の生き方、自分の価値観と照らし合わせて譲れないのであればもうそれに関しては申し訳ないけどこれはもうこれ以上話し合う余地はないという形でね、ルールとして設定するのもありかなと思いますもちろんね、子供が納得できるように説明してそれでもわからなかったと時においての話ですよはい18分の14相談できる人がいないということですねなあ、えー、夫もなんか仕事終わった後疲れているし なんだろうな。まともともなんかそういう子供の問題の話とかできないし、誰に相談したらいいかわからないということで、一人で抱え込んでしまって、苦しまれている方も多いんじゃないでしょうか。僕はね、インスタグラムのライブで、週に1回か2回ね、そういう子育ての悩みであったり、生き方の相談を受けているんですけれども、そういう相談できる人がいないっていう相談もあります。そういう時にどうしたらいいのかっていうと、これはね、自己開示していくってことなんですね。 相談できるかどうかというのは自分,が自,分自分が開示するか否かなんですよ。自分が開示したら向こうも開示してくれる。でお互いが安心できる関係性になっていくから、より深い悩みを相談できるということですよね。なのであの、相談できる人がいないんだったら作ってくださいということですで誰。誰でも彼でも OK というわけではなくて、まあ、この人だったら OK かなと思う人、思う人に、ね、あの自分の悩みを相談してみるであったり、自分の気持ちをちょっと吐露してみるというところから始めてみるのはどうでしょうか。でそういうい 身近にいないなっていうんであればもちろんあの、精神科であったり、メンタルクリニックの、ね、カウンセラーさんに話を聞いてもらうっていうのはプロなんで、プロなんで、ちょっと聞いてもらうだけでも楽になると思います。で行政で子育て支援をやってる方とかも、ね、無料で受けれると思いますので、そういう方に,方に相談するのもいいし、おかちインスタグラムでライブやってるから、おかちの、ね、フォローして、インスタグラムフォローして、ベルマークの,あの通知オンにしといたら、おかちがライブしたら通知行くから、その時に相談していただいても OK です。 で、これは無料になります。インスタグラムはね。で、有料であれば生き方プロジェクトとか、ね、えー、自分が納得できる生き方、そして子育てを作っていくライフスキルコーチ認定講座とかあるんで、そちらの中ではね、いつでも1 8 0日間相談できるようになりますので、そういうふうに、あのー、もうお金を払うっていうこ 形ででもありですし無料で相談できる機関もあるし友達にちょっと自分の思いを吐露するっていうのでもええしなんかね相談できる人を作るっていうことをちょっとできることからやっていくのはどうでしょうかということですはい子育てのよくある悩み18分の15子どもの成長が気になるね気になる気になるうんどっちでもいいですね関西では気になるっていうかな子どもの成長が気になる 関東では子供の成長が気になるどっちが関西なのやろなちょっと分からんな気になるうん分からんはいまあいいやあのー、ねどうでしょうか他の子と比べてしまうことない ね、うちの子だけ、なんかスイミングの息継ぎが下手くそやとか、なんか漢字の、この漢字を覚えていないとか、英語のアルファベットを書けないとかね、他の子と比べて、うちの子が劣ってるんじゃないかと。そうなると学習が、学習が学校の授業についていけるのかなとか、ね、あの勉強面とか教育面で不安になってしまったりとかね、えー、うちの子だけちょっと身長低いなとか、発育が遅いなとか、そういう面でね、身体的なところであったり、まあ、言葉がおお全然喋らないよねって。 ね、そういうような部分であったりね。 えー、他の子と比べてしまってうちの子は大丈夫なのかなって子どもの成長面で不安になることってあると思うんですね。はい、でその時に大事なことはもう教科書通りに、えー、当てはめないってことですうちの子、ね。例えば3歳になったらこれができて6歳になったらこれができて9歳になったらこうやって客観的な思考もできるとか人の気持ちも分かるようになるよとかそういう一般的な発達の指標があるわけじゃないですか。でそれ通りにに当てててはまっななくても気にしないで 子です。はい、子供は子供のタイミングで成長していくから見た目が、ね、変わってないなと思っても見えないところで、ねえー、根を生やして、ねえー、自立できる準備を整えているんですよ。花を,さ花を咲かせていなくてもね、はい、土の中ではがっちりと、えー、社会で生き抜く準備を、ね、整えているんです。なので子供もの、ねえー、ペースで任せるということが子供の子供らしい花を咲かせるためにはものすごく大事です。そこを、ね、無理やり ね、他の花は咲いててうちの花だけ咲いてないからこう根っこから引き抜いて早く咲きなさいって言ったところでね枯れるだけなんですよで他の子とは同じように、ねえー、栄養を与えすぎてしまうと、ね、根っこから枯れてしまうこともあるわけじゃないですかうちの子に合った成長スピードとやったりペースがあるわけでそれに、えー、マッチした時に子供は自分のペースで花を咲かせるということだから、えー、他の子を気にしないってことがまず大事です,大事です で気にしないっていうのが難しいんですよ。どうしても情報入ってくるんでね、見えてしまうから、習い事で観客席で見てたら、ね、他の子はあんだけシュート入んのに、うちの子はシュート入らへんなって、試合出てないなっての分かるわけじゃないですか。そうするとやっぱ比べちゃうんですね。なので、一つの方法としては見ないってことも大事です。その見てしまうと比べちゃうんだったら見ないっていうこと。これも根本的にね、すごく大事なことですね。まあ、SNS もシャットアウトするって、もう見ないようにするとかね、そういう情報もテレビもつけないとかね。 うん、おかっちもテレビ見てないからね。テレビつけなくても何の問題もないからね。自分が欲しい時に必要な情報をね、必要な媒体から入れたらいいわけで、テレビって、なんだろう、自分が欲しくない情報もどんどん入ってくるわけじゃないですか、チャンネルつけてたらね。はい。なので、自分が主体的に情報をね、取得したらいいわけで。 そういう意味でテレビをもうつけないようにするというのも一つのアイデアですね。SNS っていうのも怖いよな、これ、どん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 いろんな情報入ってきて、キラキラした部分が、えー、を見せられるわけだから、どうしても比べてしまうよね。えー、まともと自分を比べてしまったり、えー、インスタのインフルエンサーのね、えー、キラキラして,してる姿と、私もこうなりたいんだけど、全然できないなっていうことで、落ち込んでしまったりすることもあると思うんです。まあ、それはね、比べてしまうのは仕方ない。僕たちは人間の脳みそにね、人と比べるっていうことがもうプログラムされてるから、それを消すことはできません。 はい、でも大事なことは比べた後にねじゃあ自分ができることは何なんだろうと今自分が100%コントロールできることを見つけてそれを一つ一つやっていくことだと思うんですねそれが必要だと思うことだったら必要じゃないことはやらなくていい、ね、自分のビジョンいわゆる子育てのビジョンこんな子を育てたいっていうことを考えた時に他のママがやっててそれが、ね、あ大事やなと思うことそれいいな取り入れたいなと思うことであれば自分が100%できることちっちゃな習慣にしてそれをやっていくっていうこと。 ね、それが大事なななんじゃいいかなと思いますで子供を褒めるときにも子供を叱るときにも人と比べて褒めたりたけし君と比べて足速かったよとかたけし君はできるのになんであなたはシュート入んないのとか人と比べて褒めたり人と比べて叱るっていうのは避けた方がいいんじゃないかなって思いますそうするとね子供は誰か,と誰かに勝ったときだけ自分に丸ができるようになる、ね、勝ち負けの世界で生きるようになるんですねそうすればなんだろう 自分のやりたいことではなく勝てることしか挑戦しなくなったりとかね、えー、常に周りの評価が気になってしまうということで、えー、自分軸が育たなくなるので自主性とか主体性がねだからこそ人と比べて褒めたり叱るというのは比較的避けた方がいいんじゃないかなと僕は思ってますはい18分の16 しつけの方法がわからない。ねえ。片付けができないとか、箸の持ち方が下手くそとか、地も汚いし、ねえー。言葉遣いも悪いしね、友達と、えー、友達に挨拶もできない。ねどうやって教えたらいいのかとか、何を教えたらいいのかとかね。しつけに関してはね、本当に難しいと思います。ねえー。いろんな本にはね、いろんなこと書かれています。ねえー。ちっちゃいうちに靴を揃える習慣を身につけさせましょうとかね。えー 椅子に座る時の、ね、あの座り方その姿勢が大事ですよとか歩き方大事ですよとかありがとうごめんなさいとかを、ね、習慣化させましょうとかねいろいろと、ね、書かれているんです、ね、それを本に書かれていることを全部やってたら、ね、子どもの気持ちを ね、抑圧させ抑圧してしまうことがあるんですね。そう、しつけってことを考えたときに、しつけは大事なんですよ。子供の命を守るために、子供に勉強の習慣であったり、社会で生きるためのマナーを、ね、習慣化させる、教えるためにもね、しつけは大事なんだけれども、でも大事な側面とデメリットもあるということです。デメリット、そう、しつけっていうのは、押しつけになってしまう。押しつけになるから、自分の感情を抑圧したり、抑制したりする。そうすることで、なんだろうな、えー、本来の自分の、 パワーを縛ってしまうことにもなるんですね。言いたいことが言えない。やりたいことができない。ね、自分がくつろいで、これ自分が一番学べる状態で学ぶことができない、ねね。ちゃんと椅子に座りなさいって言われたらそうじゃないですか。本来なら動き回りながら体を動かして学ぶのが得意な子にとって、椅子に座って学ばされるっていうのは、ま、学ぶことを共有されるっていうのはね、これ地獄なんですよ。ね、地獄なので、ね、そういうことも含めて子、子供に今の子供の状態を考えるた上でね、何を教えるべきか。 何を教えないかっていうことを明確に決めておくことが大事。これはね、正解はない。正解はないから、自分の生き方を整えるってことが一言なんですよ。自分の生き方。どういうふうに生きるのか。自分がの生き方で子供に示せることを子供に教える。まずこれ大前提ね。言ってることとやってることは違う。これ全然響かないから。響かないからね。靴揃えなさいって言うんやったら自分は靴揃えるということですね。ありがとうって言いなさいって言ったら、自分はパートナーにありがとうを言うってことですよね。 うん、これはまずすごく大事、自分の生き方と子供に教えたい内容を一致させるということ、でそ,そこでね子供の年齢とか今の子供の気質を見てね、ね今これを子供に共有すべきか否か、ですよこの価値観を子供に押し付けることで今の子供がやってみたいっていうそのエネルギーを縛ってしまうことになるんじゃないか、エネルギーを、ね、解放してあげて自分で選ぶ、自分で決める機会を作ることが大事じゃないかってなったら、それをしつけから除外してあげることも大事ですね。 はい、何をしつけるのか何をしつけないのかこれはパートナーと相談の上で、えー、共通してね、えー、これを教えようこれは教えなくてもいいってことを決めていくことが大事ですねこれは正解はありませんだから僕に答えを求めないでくださいということです自分がどう生きるのか自分の生き方において大事な価値観を教えていくってことですはい子育てのよくある悩み18分の17夫婦で子育ての考えが違う 夫がほったらかしにするとか、えー、逆に何だろうな休みの日にね、えー、なんか欲しいもの買い与えてしまうって。 ね、な,んかなんかいい部分だけ、子育てのいい部分だけ夫がやって、私が厳しくいつも叱らないといけない、その役割に何かこう、もやもやするんだよねとかね、えー、頭こなしに叱るパートナーの様子を見て、ちょっともやもやするんだよねとかね、パートナーの子供との関わりに対してなんかこう、もやもやするとか,か、夫婦の考えが違うことで子供が混乱しちゃうんじゃないかと、夫の顔色を伺ってしまって、ビクビクしてるよねと、それに対してどう関わったらいいかわからないっていうような、ね、相談を受けることもあります。はい でね、これは、ね、夫婦で子育ての考えがを一致させること、これものすごく大事なことです。大事なことなので、僕はこれをおすすめしてますね。えー、というのは、どんな子を育てたいのかっていう、いわゆる子育てのゴールですよね。ゴールを一致させる。ゴールがバラバラだったら、ね、言ってることもやってることも、あの子供にはめっちゃバラバラなメッセージが届くんですね、はいで。それが親と子が同じゴールを見ていたら、たとえ関わり方が違ったとしても、 夫が叱っていて、私が、ね、ちゃんとハグをしている、そういうバランスが取れあの全然違う関わり方をしても、その,そのだろうメッセージっていうのは一つのメッセージにつながっていくんですよ。なので、えー、混乱することがないんですね。混乱することがないから、どんな子を育てたいのか、そのためには日々どういう関わり方をしたらいいのかっていうね、24個の指針、ね、そういうのね、あのー、お価値の公式 LINE に登録していただいたら、子供を自立させる24の子育てチェックシートっていうのを作ってます。 でこのチェックシートをね、えー、パートナーとやっていただいたらねあ、これはできていて、これはできていないなっていうのをね、えー、3ヶ月に1回でも、ね、不定期的にやっていただいたら、それをあの見つめ直す PDF のシートをね、プレゼントさせてもらってるんで、あこれを聞いてくださってる方は漏れなく公式 LINE 登録して、特典として届くからね。はい。で、それを、えー、残り6個、24個書いてて、6個ぐらい、ね、空白があるんですよで。残り6個どうするっていうのをね、えー、パートナーと相談してあ、こういう関わり大事だよねって。 1>, ね、1日に1回子供のいいところ子供にいいところを伝える大事だよねとかねそういうことを項目 足して、えー、1ヶ月に1回、そのチェックシートを見ながら、その1ヶ月の関わりどうだったかなっていうことをお互い振り返る、こういう機会を、ね、作ることが、ね、僕はものすごく大事だと思います。1回話し合ったら終わりじゃない。話し合って、そして日々の実践ができているかどうかを定期的に確認するということは僕は、ねあのー、すごくおすすめしていることでございますので、なので公式 LINE にチェックして、ね、登録してもらって、その24の子育てチェックリストを受け,止めてくだ受け,受け取ってください。 公式 LINE は概要欄に貼り付けておきます。はい、えー、最後ですね。ちょっとほうじ茶を飲んで、気合を入れてやりたいと思います。はい、子育てのよくある悩み、18分の18。ファイナル。親の子供との関わり方が気になる。ねー。どうでしょうか。うん、正月帰った時、ゴールデンウィーク帰った時にね、えー、なんだろうな 自分が子供の時に育てられたように同じような形でうちの子にも育って,ている。 ね、うちのことにも接している。その姿を見ると、なんかもやもやするんだよねーってね。頭ごなしに叱ったりね。えー、なんだろうな甘や。逆に甘やかしてしまったり、過保護になってしまったり、自分が嫌だったなーって思う関わり方を自分の子供にも知ってしまっている。その姿を見ると、なんかもやもやするんだよねと。でまあ、1年に1回、2回ぐらいのことだから、まあ、好きにさせといてあげたらいいやんって思うんだけど、もやもやするからそういうふうにしないでって叱ってしまうと。 っってしまったらいやそんなつもりはないのにってなんか空気が悪くなって、えー、なんか嫌な,嫌な雰囲気になってしまうということでねで。そういう時にどうしたらいいのかっていうことですよね。ここ難しいですよね。うん、だってモヤモヤするんだもん、ね。そんな風にやらないでって勝手におもちゃ買わないでってね,、えーねそう。あるんですよ。あるじゃないですか、ねで。その時にどうしたらいいのかっていうと、あのー、気にしない。 これ気にしない難というかその、ね、自分の親が1年に1回関わるよその関わるその影響力っていうのは毎日は関わっている私そしてあなたの影響力には到底及ばないんですよねでそこでなんだろう,母がうちの母が何を言おうが何を言おうがその後しっかりカバーできる関係性があれば、ね、外でどんなことが起こったとしてもカバーできるんですよ ね、お母さんあの、自分のうちのおば,あちゃん、ね、おばあちゃんにこんなこと言われたってなったとしてもね、それをちゃんと聞いてあげて、それを読み解いてあげて、あこういう考え方もあるんだね、みんな考え方が違うねっていうふうにね、ちゃんとそれを受け止めてあげて、そこをほぐしてあげれば、それで何も問題ないと僕は思うんですけど、どうでしょうか。一、はい、回、ね、1年に数回、ね、自分の親と会って、そこでへ変な関わりをされたからといって、うちの子が間違った方向に進むんじゃないかって。 ね、こうやってビビってしまう気持ちもわかるんだけども、それ以上に大事なことは、大事なことはね、もちろんその自分の親と距離を取るっていうのも大事よ。それが嫌なんだったら、会わないようにするっていうのも一つの選択肢としておいて、でもそれが1年に1回ぐらいはいいんじゃないかって思うんだったらね、えー、親子関係を良くするってことにフォーカスしてください。親を変えようとしないってこと。自分がコントロールできることは自分です。ね 子供との関係性を良くする、ね、子供が何かあった時、ね、不安になった時心配した時そして、えー、なんかくじけた時に寄り添えるそういう関係性を作っていくということ。 そうすればね、それは自分の親に何かを言われたってことだけじゃなくて、学校関係であったり、外でね、何か辛いことがあったとしても、ちゃんと家でね、えー、回復して、また新たな世界に、新しい世界に一歩踏み出せるようになるんじゃないかなと思います。なので、できることとしては、もちろん親と距離を置くかどうかっていうのは一つ考えた上で、親と距離を置かないってなった時に、親を変えようとしない。もちろん言ってもいいと思いますよ。高校、こういう関わりをすると、こうだから、ちょっとこういうことを控えておいていただ、控えてもらえたら助かるわっていうふうにね、ちょっと言い方考えた上で言う んだけどそれでもねなかなか変わらない部分があるんだったらもう変えようとしない変えようとしないですはいもうそうやって生きてきたんだからうちの母はね60年70年80年ね変えようとしない自分ができることは子供との関係を作っていくということね、そこで何があろうが外で何があろうがね、えー、自分との関係性によってね、えー、回復させられるとそういう関係性を作っていくことが大事なんじゃないかなと思います そうしないとね、外で何かあったらどうしようってね、この親との関係性じゃなくて、ね、学校のことでもね、不安になってしまってね、ね、えー、なんだろう、子供のことを先回りして、そういう子供はつまずきそうなことを取り除いてしまったり、そうじゃないよ、こうだよって先回りしてヘルプしてしまったりするんですよ。ね、つまずいてもいいんですよ。ね、つまずくことは子供の成長のために大事なことです。失敗することを間違えることも、間違える権利を奪わないでおいてくださいということです。 はい、だけど大事なことは失敗した時つまずいた時にそれに寄り添えるそういう関係性を作っていくということ、ね、これはすごく大事なことかなと思います。なので外を変えようとしないで外で失敗しそうなことをとあの取り除こうとしない。その代わりに えー、子供との関係性を作っていくということそこにフォーカスしてみてはいかがでしょうかでどういうふうに子供と、ね、親が安心できる関係性を作っていくのかというのは概要欄に、ねえー、親も子も楽になる緩める子育てでがっつり書いてるからそちらを手に取ってみ読んでくださいそして、ね、公式 LINE でも、ねえー、親子環境を良くするそして自分の中にあるこうしなければいけないというこの、ね、人生脚本をどうやって緩めるのかということを、ね、26本の動画で解説しているから公式 LINE を受け取って、えー、動画をご視聴くださいね はいということでね、えー、今日は子育てのよくある悩み 18選ということで、今僕が感じること、思うことをペチャクチャお話しさせていただきました。まあ、あくまでもこれは一つの意見であり、お価値の言う通りになったからといって問題が解決するとは限りませんということです。一つの参考にしていただいて、自分の子育て、子供との関わりを考えるきっかけになればいいんじゃないかなと思っております。はい、何かあの参考になる部分があれば、高評価ボタンとか、いいねボタンをお忘れなく押していただけたら嬉しいし、コメントをしていただけたら全部読んでますので、よろしくお願いします。ということでね、 この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させるコツをえ月に4本ぐらいかな YouTube を発信しておりますので良ければねえチャンネル登録をポチっと教えていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですで今回のように画像なしでね作業をしながら聞ける子育ての緩める緩める子育てトークっていうのシリーズなんですけどそれ再生リストにねもう30本以上あります30時間分あるのでよかったら家事とかね通勤 チューンとかにでも、えー、聞いていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。 でね今日の配信を聞いてね、やっぱり自分が心から納得できる生き方とか子育てとかを作っていきたい、自然体で子供と関われる、そういうようなね、えー、関わり方を見つけたい、そして子供との関係を良くしたい、子育てを楽しみたいと思ってるんだったら、よかったらね、生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座、180日間ね、ライフスキルコーチ認定講座では、自分軸を作るということと、子供を自立させる関わり方を身につける。 で、ここで学んだことを自分の講座にそのまま使っていただいて OK っていう講座を、ねえー、LSC、ライフスキルコーチ認定講座では180日そして生き方プロジェクトではね、えー、60日やってますどちらも3ヶ月のアフターフォロー付きです、えー、そちらの案内は公式 LINE で、ねえー、送付していきますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいでね、ゆるく学びたいという方は Instagram のオンラインサロンがおすすめですそちらは月額600円で 毎週、ね、何、えー、だろうな、ライフスキルを学べる講座をやってます。ライフスキルっていうのはね、えー、自分で自分を幸せにする技術ね、えー、子供のケースで言えば、非認知能力ですね。子供の非認知能力を高めるために、具体的にどう関わったらいいのかっていう講座をやってます。そちらもアーカイブ動画がね、もう20本以上になってますんで、えー、今入会していただいたら、えー、過去のアーカイブ全部見れます。 で、月額600円なんで、お気軽な気持ちでね、インスタグラムのオンラインサロンにも入ってみてください。入り方は簡単。お価ちのインスタグラムに行って、トップページにね、サブスクリプション登録ってあるから、そちらをポチって押していただいたら、もう入会完了です。で、出入り自由なんで、えー、ちょっと今はあんまちょっと学ぶ時間ないなと思ったら、また退会して、また復活しようっていうのも全然ありなので、そんな感じで気楽に入ってください。リスクは600円です。はい。 そんな感じですかね。あとね、えー、こういう風にラジオ形式で話すのってね、これ月に4本やってるけど、おかちね、えー、毎日やってるんですよ、ボイシーっていうところ、ね、ボイシーで毎日音声セミナー収録してます。そして、ボイシーのことに関してはね、概要欄にありますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、ちょっと告知することが多くなりましたが、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界は七色に輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。 バイバーイ。頑張った。頑張った。